第9レースが始まりました。このレースは1号艇で出場予定でした渡辺雄一郎選手が全レース負傷のため欠場となっております。5人の選手の対戦。1番2番4番3番ダッシュ5番6番でスタートです。5号艇の磯部、そして3号艇の今垣好スタートを切っています。逃げの体勢1号艇の寺田翔、まくりに行った4号艇の吉田、さっすー2号艇菊池、内から3号艇の今垣が続く。さあ内から3号艇の今垣、外は2号艇菊池、その外1号艇寺田、後方5号艇の磯部に4号艇吉田、6号艇の土屋が最後方でスタートは正常です。一周にマーク、左右内から3号艇の今垣、ちょっと振り込んだ1号艇の寺田、2号艇の菊池がその打ち続いていきます。先頭3号艇の今垣に2号艇菊池を集めて、3番手争い6号艇土屋、4号艇吉田、左右内5号艇磯部、なお1号艇寺田にどうやらアクシデントです。お知らせいたします。1号艇寺田翔転覆のため失格です。1号艇の寺田翔は転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。ダッシュ勢が好スタート、角から4号艇富田がさあ内へ寄せていく。1杯2杯そして3杯、いや3杯まくってった。1号艇小回りで応戦、残しに行って刺してきたのは2号艇の後藤誠也、バックスレッジへ抜けましてトップ争い3艇混戦から最内2号艇展開ついた後藤がの覗いていって一定心前、外に1号艇4号艇並んでつける谷と富田、内からは6号艇別府が上げてきてスタートは正常でした。1周にマークトップ旋回2号艇後藤、6号艇押っつけた別府を刺して1号艇ターニが上がってきましてホームストレッチ、先頭抜けました2号艇の後藤誠也、2番艇1号艇谷、2艇審から3艇審査で6号艇の別府が続いて2対16。レースは2周目に入って1マーク、2番手で回る1号艇谷に内に合わせるように小回りで6号艇別府が迫ります。さあ後ろの方ではアクシデント、接触があってアクシデントがあった模様。さあ2番手争いの接戦は一定心しのぐ谷に猛追、内から6号艇別府がやってきて2周の2マークからホーム側抑え込んだ1号艇谷に外へ大きく開いて角度をつけて V ギア全速差しの6号艇別府の差しが届いて前に出て逆転の2-6-1となっています。お知らせいたします。5号艇の田中博之は妨害失格、そして3号艇村松英太が失格となっております。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。 2,3 コースコア、なんというスタートでしょう。一周一マークまくる2号艇に乗って3号艇外握った4号艇でバックスレッチへ抜けました。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして2番3番2番3番はフライングのため変換欠場となりました。2番と3番に関します投票権はすべて返還されますのでどうぞ皆様大切にお持ちください。宮島開催初日の攻防も最終12レースです。本日のメインカードモンタドリームを迎えました。なお2号艇で出場予定でした枝尾勝は家事都合のため欠場しております。この天気で始まりました今日から7日間開催の長丁場マンスリーボートレース杯争奪戦、最終レースも風はほぼ収まった水面状態となっています。最終の12レースを迎えました水面上、なお今節は明日以降も1レースのスタート展示開始時刻は8時25分となります。
競争水面は12レースドリーム戦のファーストです。なおこのレースは5番の松崎裕太郎負傷のため欠場となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。一般戦の第1レーススタートしましたが、ただいまのスタートフライングデーがあります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートフライングデーがあります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。お知らせします。3号艇新田康明フライングのため返還欠場です。3番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。3番に関する投票券はどうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。進入固定第8レース大外から6号艇上の好スタート、その後は1号艇さらには4号艇出てゴッドショットもつれてしまいました。一周の一幕、1号艇の篠原逃げて、その内側からは5号艇の三宅潤です。向こう正面ですが5番と1番が先手争いです。スタートは前提正常でした。なお1幕付近では一定アクシデント発生となってしまいました。なおこのレースですが3号艇の小沢学転覆のため失格、3番は転覆のため失格となっています。1番2番4番3番6番5番です。スタートしました。内寄り予定がかなり踏み込んでいきました。1周1マークに前提が殺到していきます。1周1マークそれぞれが向こう正面に抜け出しましたが、早すぎるスタートがあった模様です。お知らせいたします。このレースは2号艇の門馬雄太がフライング返還欠場となりました。2番に関する投票券は発売額と同額で返還です。大切にお持ちください。